おはようございます。まさ464944です。ですね、あ、時間見えるね。ただいま0時29分です。ついさっき帰宅して、まあシャワー浴びちゃったりなんかしちゃったりなんかした後のまあまさって感じです。はい、ということで、すんごい眠いし、あの卒論ギリギリまでやってて、まあまだ終わってないんだけど、疲れ果てて帰ってきて、そしてふっとちょっと腰を下ろして、腹減ったな、サバ味噌定食でも食べようみたいな感じでサバ味噌を頬張りながらガチャを回そうかなと思います。はい、ということで、星のドラゴンクエストの音装備の10連が5枠1枠確定のやつがあるので弾いていきたいと思います。てか音割りっていうか映像ダメじゃん。ということで弾いていきたいと思います。前置き長っ。早速来た。これ持ってんじゃね？あ、でも大天使の爪は持ってないかも。しかもこれさ、あれだよね。なんか、表示されてたやつだよね、きっと。ロトシリーズとか全然関係ないし。なんか止まんだよ。新刊。真理の帽子。まあ、さすがになんか今、喋ってるっす。お、来た！あ、これロトシリーズじゃないこれ。来た。ロトの鎧。ロトシリーズまだ1個持ってないんで。そして、40% がダメだな。え、早っ。何のためもなし。お、いい感じじゃないこれ。心理系も多いな。次、いいよ。玉鋼でしょこれ。あ、違った。やべ、ドヤ顔で間違えた。ドヤ顔というかドヤ言葉。無法者のズボン。無法者？無法者。ゲンマの鎧。これで終わりかな？あ、まだ。起きた。え、マジで三つ目。何これ？闇の鉢巻き。闇？しかも、ミュウだからね。まあ、さすがに話しながら、サバ味噌は頬張れないっていうね。てか、三つも出たよ。やばない？え、マジで？うん、いいな。待って、大天使の爪を見ましょう。こちらですね。充電器一回話そうかな。からの、ロトシリーズ。いいね。剣が欲しいんだよね。はい、ということで、星のドラゴンクエストの10連星5確定ガチャでした。3つ出たの初めてかもしれない。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。